アンデル・イトラス・ペデルテアノは、スペイン・ビスカヤ県出身のサッカー選手。ポジションは MF。1999年からアスレティック・ビルバオのユースチームに所属し、2007年に CD ・バスコニアでプロデビューした。2008年9月14日のマラが CF 戦で、ミケル・バレンシアガと共にトップチームデビュー。その後は控え選手としての生活が続いた。しかし十一から十二シーズン。 カルロス・グルペギの怪我とマルセロ・ビエルサ監督の就任もあり、主力選手として58試合に出場。コパデル・レート、UEFA ヨーロッパリーグの決勝進出に大きく貢献した。13から14シーズンには、リーガ・エスパニョーラの年間ベスト11に選出され、FC ・バルセロナを、はじめ多くのビッグクラブから注目を浴びたが、チームに止まることを決意した。 2019年6月30日、契約満了に伴い対談。18から19シーズンのホーム最終戦となった、セルタデビーオ戦には招集されなかったものの、試合終了後には、マルケルスサエタ、ミケルリコと共に対談セレモニーが行われた。7月8日、RCD s パニオールと1年契約を結ぶことを発表した。13から14シーズンの活躍が認められ、 2014年に行われた 2014FIFA ワールドカップの代表候補30名に選出された。5月30日、セビージャで行われたボリビア代表との一戦でデビュー。フル出場し、勝利に貢献したものの、翌日選出された23名の登録メンバーからは、漏れた。ありがとうございます。